金明天皇は、日本の第二十九代天皇。和風志望は、天国廃開皇帝天皇。別名、心座式島天皇。ここ企画朝天皇。この第二、九だらより仏教が公伝し、三魔名が滅亡した。慶大天皇の着男、母は、田白の王女。慶大天皇と田白の王女との間の息子である。父親の慶大天皇は、 第十五代王神天皇から別れ地方に土着した冒険の羊であった。慶太は大王位を継承するに際し、先々大人間天皇の田白家の王女を皇后に迎え入れている。慶太天皇は即位までの人の間に他にたくさんの子がいたが、弱子は直系の田白家の王女との間の御子である、この皇帝とされた。戦火天皇の日が見まかった時に、 先代安官天皇の皇后であった、春日山田王女を中継ぎとして推薦したがこれは、辞退され、まだ若い皇帝が539年に即位した。金明は、王人の男径決闘と、仁徳天皇以来の王朝の決闘を継承したと、され、元皇塔へと続く祖となった。なお、大王が御子を大きさきに立てるという流れは、金明が即位するまでに大王となった、初兄の戦火天皇、 安官天皇でも、それぞれ形態に続いて、たしらかの王女の姉妹を大きさきに迎え入れ、さらに、金明自身も、石姫王女を大きさきに迎えており、維持されている。仁徳天皇を唯一の例外とする。この流れは、聖武天皇妃の巧明皇后作立まで続いた。なお、記録上の即位年の不整合から、形態から金明の即位までに何らかの政変があったのではとする。 仮説がある。大友金村と、物ノおこしを大連とし、蘇我稲目宿根を大臣としたが、直後の540年、大友金村は失脚する。これにより物ノノ氏と蘇我氏の二極体制が出来上がるが、特に、蘇我氏とは541年に稲目の娘である、北志姫や小姉君を人し、美達天皇崩御後、彼女らの間に設けた。 陽明天皇以降三人の弟、妹が、母親が劣気とした皇族である、甥いの押坂の彦人体系巫女を差し置いて、約40年行為につき、蘇我氏の前世紀が築かれる。九だらの生命王とは541年より、未真の復興について協議していたが、戦況は九だら側に不利であり、552年には、平壌と半数を放棄、 さらに554年に白木との戦で、生命王が亡くなると、白木軍は勢いづき、562年にミマナを滅ぼしてしまう。これに激怒した、金明天皇は562年に、白木に対して、討伐軍を送るが、敵の罠にかかってしまい退却する。同年後栗にも、軍を送っている。なお、ミマナは一つの国ではなく十国が集まった。 伝語であるという記載が日本書紀にある。金明天皇は最後まで未満な復興を夢見ながら崩御したという。第一王子の野殿玉勝体系美子はすでに552年に早くに皇居していたため、554年に立退しさせたヌナクラフット玉式の王子が即位した。前日通り、日本書紀によれば金明天皇は初兄、 戦火天皇が崩御した後即位したとされているが、同書の記念にはいくつかの矛盾が見られ、それを解決するための議論がいくつか提示されてきた。まず、平子拓礼は、父の携帯天皇の没年を、古事記の527年とし、その後2年ずつ、安官、戦火が在位して、日本初期での携帯の没年にあたる531年に、金明天皇が即位したと主張した。 これに対して、北定吉は、金明の即位年は531年という点では、同意するが、彼の即位を認めなかった勢力が3年後の534年に、暗官を擁立。彼は1年で崩御したが、続いて、戦火を擁立する、当金明朝と暗官。戦火朝は一時並立し、戦火の崩御により解消されたと主張した。林や辰三郎も大筋では、 北説に同意するが、形態は暗殺されたと主張した。また、水野優、白崎昭一郎は、形態の没年については、平子説に同意するが、水野はその後は暗官が8年間在位し、535年に、金名が即位、戦火は架空の人物とみなし、白崎は、暗官の在位は4年でその後は、さらに4年、戦火、金名領長が並立したとみなした。 これに対して、黒岩十五は、日本初期、慶大天皇25年での、九だら本期引用、九だら本期ため分その分、運王都市侵害3月軍神至る荒江骨女王税月、高麗子その大康また危機日本天皇及び、大使みことも方向ゆこの事故と侵害の都市等25年、確か天皇及び大使、みこが、同時に死んだという記述等を根拠にそれぞれ実際には、 即位していない暗観、戦火は暗殺、軟禁され、大友金村は未満な四件を賄賂と引き換えに、活動したことではなく、彼ら初兄を押したために、後継者争いに敗れて失脚したと主張した。これらのうち、平立説については、資料的根拠に乏しいこと等を理由に反対する意見もあるが、もし初期、水の説以外のいずれかが正しければ、近明天皇は、 現在の皇室から少なくとも遡れる、慶大天皇以降の歴代天皇では、昭和天皇、明治天皇に次いで長く在位したことになる。しかし、いずれも推測の意見を出ないのが現状である。552年に、くだらから仏像と教門が伝来する、元号寺が乱縁儀を根拠として、土の絵馬年、538年とする説が有力である。近明天皇治世には、 土の絵馬の監視念が存在しないため、最も近い土の絵馬年である538年が有力と考えられている。これによって、廃仏派のモノノベと数物派の蘇ガ氏の間で対立が起こり、モノノベは寺を焼き、仏像を投げ捨てることまでした。これによりモノノベと蘇ガ氏の間の確執が始まる。 四季島金座市愚の人は、四季島金座市愚。古事記に、四季島大宮とある。2010年6月3日に、奈良県立柏原考古学研究所が、桜井市にある脇本遺跡にて、大型建物跡などが出土したと発表。6世紀後半から7世紀にかけてのものであるため、金明天皇の宮殿ではないかと推測されている。金明天皇日の熊坂会領領は、 国内町により、奈良県高市郡にア村大和平田にある、日の熊境寮に事情されている。区内町上の形式は、前方公園。遺跡名は、梅山古墳で、墳丘丁140メートルの前方公園墳である。古事記には、記載なし。日本書記、演儀式には、日の熊境寮とある。否定には、柏原市の店丸山古墳とする説もある。なお、 日の熊坂井漁には後に612年に北志姫が改装されている。また皇居では高麗殿において他の歴代天皇、皇族と共に天皇の霊が祀られている。在位年と西暦との対象表。ありがとうございます。